道を突き進む曹操は長路の治める漢中を平定した。これに危機感を抱いた益州の劉備は慶州の一部を孫権に返還。孫権は孫権は大軍を率いている。長領の奇襲、我が君この身、奇襲で敵を殲滅する。まずは周囲の敵を一掃しろ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。何者なのかしら。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。一人か。悪いけど遠慮はしないよ。次会った時に倍返しさせてもらうよ。敵将討ち取りましたわ。あまり敵軍に近づかれませんと策を感づかれてしまいます。敵に不審な動きあり、皆注意を怠るな。敵の警戒が強まった。私の虜になります。奇襲作戦は失敗だ。この程度の策もなせる。私の虜になりなさい。私たちのものですわ。これは
少々厳しい状況だ。俺と戦うのはお前だ。女性が敵軍にいるそうだぞ。尊敬を支え守っている。軍に優しい美女がいるとは興味深い。この戦場にいるだろうか。我が国の美女は高嶺の花だが。おっと、失礼を。兵士に親しまれるなど理解できません。我が国のためにも私は好機であらねば。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。お待ちなさい。我が君のもとには向かわせませんわよ。俺の邪魔するといい度胸だぞ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。この思いに捧げます。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。命を避けられますわね。
戦の行方まだ勇気にならないようですわね。その程度の力で誰かを守ろうとなんて甘いですよ。あ、お言いなさい。そこまでにしてもらおう。追っていたはずの商人に邪魔されるなんて屈辱ですこと。私は大切なものを置いて逃げはしない。天使、お前が私を守ってくれたように今度は私がお前を守ろう。そちらにも迎えが来たようだな。行け、孫権。我が国？孫権を撃つ絶好の機会でしたのに、どうして？構わん。奴の首にそなたの身を危険にさらすまでの価値はない。大切な方の隣で時代を迎えたいものです。